こんにちは、ゆうです。今日はね、ちょっと新しい試みでパズドラ新着情報コーナーということで、パチ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 ということで、見ていきたいと思います。今日公開されたね、情報がですね、パズドラ公式放送があるということで、これはちょっと後で、お話しするんですけども、皆さん待ち望んでおりましたワンピースコラボの続報がね、来ましたよ。コラボ開催は2022年9月1日から12日から9月12日23時59分までですね。で、皆さんね、ご存知の通り、麦わらの一味はね、出るということで、で今日追加されたのはね、トラファルガーロー。そうですね、これはね、もう神谷博士さんの声で、はい、もう大好きですボイスアイでお願いします。で、究極進化と進化前と究極進化でなんか属性が変わりそうですね。で、アシストはローさんの武器ということで、はいはいはい、あ、じゃあこれちゃうわ、すいませんね。はい、で追加されたキャロットです。キャロットはね、言うんですかね、もうネタバレしちゃって、スーロンっていうね、もう公式がネタバレしてはった、スーロンっていうね、満月を見るとね、ちょっと変身するという種族でして、それがね、進化前と変身という形で分けられてるんですよね。ここがね、いいですよね。キャロットを出してくるあたりね、ちょっとね、運営さん分かってらっしゃるみたいな感じですね。はい、そして、サボですね。いや、サボはね、いいですよね。ルフィのお兄ちゃん。はい。進化前が、こんな感じで、変身するとね、もう、ヒーヒーになるか、なるのかな。これはね、火属性を愛してやまない方は、ちょっと激アツなんじゃないでしょうか。で、アシストがサボの鉄パイプになると。はい。でね、横にももう出てるんですけど、エースですよね。エースが出るということで。ごめんなさい。ポートガス DS ですね。究極進化が、危険のエース。ここがね、このシーンがね、ルフィとね、頂上決戦でね、ついになっているところですよね。はい、これはもう楽しみ。はい、アシストがね、メラメラの実ということでね、サボにメラメラの実乗せたりとか、ルフィにメラメラの実も持たせたりとか、それがね、なんか楽しそうですね。そういう遊び方もありだと思います。はい。で、次が白ひげですね。エドワード・ニューゲート。で、変身が白ひげ・エドワード・ニューゲートとなって、アシストが村、これは武器ですね。いいですよね。いや、僕ね、ちょっと勝手にスキル予想するんですけど、白ひげっていうのは、グラグラの実っていうね、能力者で、地震を起こすんですけど、ワンチャンめちゃめちゃ強いグラビティとかになるんじゃないかなと思って、で多色でスキチャとかで貯めていくみたいな感じなるんじゃないかなとちょっと勝手に思っております。そうやって面白いなと思って。で、白ひげ海賊団、はい、第一番隊みたいなちょっと違うな、変身で不死鳥マルコと、はい、これもね、他のキャラの名前出して悪いんですけど、他のブリーチだったら黒崎一護役の森川さんだったりとか、あとはドラゴンボールスーパーでいうとウィスさんの声とかもやってありますね。で、マルコの衣装ということで、で、スモーカーさんですね。スモーカーさん、判明されない。スモーカーさんが出ると、これは進化前とアシストだけなのかな。で、ジェラキュールミホーク。鷹の目ですよ。鷹の目。いやー、マジでね、かっこいいんですよね、鷹の目が。鷹の目のね、ジェラキュールミホークさんっていうね、もうちょっとお亡くなりになられたのかな、初代の声優さんは、もうなんかちびまる子ちゃんの友蔵の声で、で、今も友蔵の声、お声当ててはる人なのかな。が使ってる黒糖夜。この黒糖をね、ゾロに持たせたりとかしたいですね。はい、クロコダイルですね。クロコダイルも熱い。はい、熱い。アシストはクロコダイルの毒針。クロコダイル、なんか、ちょっと砂の実の能力者なんで、ワンチャンルーレット生成とか、なんか砂の形に
ップ生成とか、いや、わかんないですけど、ちょっと楽しみですね。はい、ボアハンコックですね。あれ、ちょっと反映されないな。はい、ハンコックさん。ハンコックさんの声はね、まあまあ有名どころで言うとセーラームーンですよね。で、僕らガンダムオタクからしたら、もう、マリュラミアスさん。マリュウさんですよ。ちょっとわかる人にしかわかんないですけどね、これは。すいません。で、サロメになると。まあ、ハンコックのね、スキルはね、まあ、メロメロの実、メロメロメロって言ってね、ちょっと、魅了された方を石化するっていう能力があるんで、なんかね、威嚇スキルなんじゃないかなとか思ったりとかね。で、そこでスキル進化なんかもうちょっと強いのになるんじゃないかなとか思ったりしてまーす。はい、ドン・キホーテ・ド・フラミンゴです。結構これ好きな方おられる、多いんじゃないでしょうか。ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。なんかね、明確なね、悪意がね、あるかと思えば、なんかちょっと人情深かったりとか、なんかファミリーが大事にするっていう、ちょっといい、なんかね、そこがね、憎めないというか、もう本当に純粋役なんですけど、そこにも愛情があるっていうね、本当に昔ながらの、ね、そういう界隈のお兄さんみたいな感じですよね。で、杯ですよね、杯大将、赤犬ですね。赤犬はね、まあまあネタバレなので言えないんですけど、いやこれはあのシーンですね、多分。海軍大将の上着、正義となってます、アシストが。でね、レイリーさんですよ、シルバーズレイリーさん。これはちょっとなんか闇属性なのかな、副属性闇とかでなるのかな。ちょっとね、これが楽しみですね。レイリーさん、レイリーさんね、覇王色の覇気でね、シャボンディ諸島で、いやー、レイリーさん楽しみやな。レイリーさん楽しみで、後のキャラは8月ね、後のお話につながるんですけど、8月30日の公式放送で発表するぞ、お楽しみということでですね、こちらがね、パズドラ公式放送の、ちょっと画面がずれてるかな、8月30日、20時からですね、はい、出演者、マッカライチの岩井勇気さんと、アップバンクのマックス村井さんですね。楽しみですね。この2人、お二方安定しますよね。山本大輔さんは出られないのかな。はい、こちらをね、公式放送で発表されると、この放送では、当日はコラボ情報やモンスターの進化情報などさまざまな最新情報をお届けしますと。どんな情報が飛び出すのか、ぜひパズドラ公式放送夏の大冒険スペシャルをお楽しみにということで、いや楽しみですね。これ8月30日火曜日ですけど、皆さん20時から、20時からですね。みんなさんお楽しみにお待ちしましょうという感じですね。はい、まあワンピースコラボがね、他のゲームでは続々と出てるんですけど、まあそれもめちゃくちゃ盛り上がってて、もう本当に僕もね、実はモンストやってるんですけどモンストのガチャ動画ちょっと出したいんですけど、はい、サンジが大好きでね、はい、ねえ、もう言うてる間にあと1週間ぐらいなんで、いやー楽しみですね。ワンピースコラボ、どんなコラボになるのかね。このなんかアップデート情報で、なんかカットイン演出が入ったりとかね、するらしいんで、もしかしたらね、ワンピースのコラボからなんかルフィだったら、僕3時で言ったら、ディアブルジャンプ。なんだっけ忘れた。ごめんなさい。にわかで。パッと出てこへん。もうちょっとおっさんなんで。はい、すいません。そこは。はい。ワンピースコラボ楽しみだね。ワンピースコラボ楽しみですね。ということで。はい。今回はこの感じで、こんな感じで終わりたいと思います。それでは見てくださった皆さん、ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。ちょっとね、ワンピースについて語っちゃいたいということで、こんな感じで動画出させていただこうと思いました。もしね、この動画が良かったら、グッドボタンと、まず、何だったっけ動画久しぶりでまた忘れた。チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい。
あとね、メンバーシップ90円でやらせてもらってて、あのメンバーシップさん向けの動画もう全然出せなくて本当申し訳ないんですけどね。はい、もう本当に申し訳ないんですけど、ぜひ入っていただけると嬉しいです。それでは今回こんな感じで終わりたいと思います。バイバイ。もしね、ごめんなさい、バイバイじゃなくて、こんな感じの動画もっとあってもいいよっていう方言ってくださったら、コメント欄に残してください。僕もね、そういうコメント全部読ませていただいてるので、皆さんのスキル予想とかもね、どん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 コメント欄に書いてください。ということで、本当にこれでバイバイ。